どうもこんにちは、ナッチでございます。クリスマスロミアちゃん使うよ。3回目かな。勝ててないんですよ、何も。確か強いんだけど、ガチャ引くのも大変だったし、そうガチャでも負けて、ダンジョンで負けちゃってるんで、今回は勝ちに行きます。異業ね、行きたいと思います。動画では2回目かな、行きます。で、今回フレンドはディアブロスで、無効貫通狙っていきます。まあパーティーは普通というか特になんか変わった点はないかな。無効貫通役の RX と、で暗闇耐性をね 100% にしないと、あれがめんどくさいんですよ。 100% じゃなくない、これ。そもそも 100% ではないですね。 60%、 いや違うわ、 80%、 まあ、大丈夫やろってことで 80% で挑みます。ここにあれでもいいな、なんだっけ、トロイヤ、木馬つけたら 100% ですね。 20% 引きそうなんで木馬に変えましょう。そう、木馬がねすごい異様でね、株が上がってきててね、最近ね、作った方も多いと思うんですけど、あれがね非常に優秀な武器ということで、僕もね買いましたよ。オデュステウス持ってないのにこっちだけ作りましたよ。ということで、こちらで挑んでいきます。ニャルコがやっぱね怖いんでね、暗闇 100% で、毒耐性も100ですね。100で、お邪魔はちょっとガバイ、ガバイばあちゃん 40%。 まあお邪魔はそんなに言うて消せばいいんでね。さあ頑張りましょう、勝てるかな。で、まあヨグが出ることに、なんで2人で行こうとしとるヨグが出ることに越したことはないんですけど、まあクトゥグは出たら無効貫通できるよねってことで行きましょう。ブラキオス君101レベルだったな、ちょっと悔しいけど、まあいいや、やります。気持ちね110にしたいよね、やっぱり。やっぱ iPhone X やりやすいな。 iPhone X の 7×6 すごいやりやすい。あのビオランテはね iPhone 7だったかな、なんでやりにくいんですよ、正直。ちっちゃいんだよね画面がね、そこ大事だよね。セルケットはね一応ロミアちゃんが神キラー持ってるんでいけると信じたい。 75% ハローが7コンボ強化強いぞ、伊達じゃないぞ。操作時間長いのもありがたいね。アギダインはあと6ターンか。そう、アギダインっていうね、なんかペルソナのダンジョンキャラクターがね、あの武器があるんですけど、めちゃくちゃ強くて、それがまあもうこのダンジョン挑むに当たってはほぼ必須みたいなキャラクターがいまして、まあフェンリルでもできないことはないんだけど、武器ってことでね覚醒がつくんで、さらにそこ強いんですよね。だからまあペルソナ復活した際はね、ぜひとも作っていただきたいキャラクターなんですが、復活するとは言っていない。闇が消えてなくても結構倍率が出ますね。やばいやばいやばやばい、ばあちゃん倒します。いいぞ、今んとこ順調。これは水生成だったかな、ロックか、ロックだね。勝手にやっとけ。あーでもなんか LG1 枚ぐらい入れといたら一応アザトース対策になったんだよね。最近はそれができるんで LG1 枚欲しかったかもな。でもアザトースってどうなんだろう、三位一体と一緒で出にくかったりするんですかね、多少は。てか出にくいでしょうね。何週か僕ここしましたけど1回しか見てないんで、出ないことはないがみたいな感じなんでね。 LG が1枚パーティーにあるとアザトース対策になります。神キラーです、欲しいです、持って帰りたいドス。よっこら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 、はい。でこのダンジョンのキラーちょっと硬くなってますので、そこだけご注意ください。このパーティーには関係ない、ロミアちゃんは副属性でも貫通していきます。ダークネスフレーム、アギダインギリたまらんな、貯めたかったな。次に日の蜜葉っていうキャラクターがいてね、まあ、確定ではないんですけど、そう確定じゃないのがまたいやらしいっていうね、出ないこともあるっていう。出ると出ないではダンジョンに大きな難易度の差が生じますので、まあ来るなら来いって感じやな。闇アグニでリダチェンされるぐらいならアギダイン使います。来ないんかい、じゃあもうアギダイン使わなくていいや。はい、ちなみにこのアギダインっていう効果は3ターンなら1コンボ加算プラスお邪魔が落ちやすくなりますので、そのお邪魔が落ちやすくなるというその3ターンの目覚めで毒の目覚めが消せますよっていう、
しかも武器で6耐性暗闇耐性がつきます。しかも1コンボ加算もね悪くないんだよね。でこのブラキオスのエンハンスがもうこれから使いたい放題なわけですが、果たしてそんな活躍の場はあんのかっていうね。 RX とどっちにつけようか迷ったんですけど、 RX にバインド耐性あった方がいいやろってことで RX にカムイつけちゃったんで、ハマる？あと12ターンか、まあ、最悪マシンアテナで殴り合いしましょう。でチェンジされたのがブラキオスですが、ブラキオスそんなに悪くないリーダースキルですね。でブラキオスがね強いのよこれ。お邪魔、毒、暗闇、耐性持ってて、なおかつなんだっけこれ、絨毯か雲つけれるんで、耐性がすごいたくさんつくっていう意味で優秀な上に、スキルターンは軽いし、まあスキル上げちょっとめんどくさいんですけど、でなおかつ10コンボすれば火力も出すっていうね、非常に優秀なキャラクターです。ティラノスがすごいね一時期騒がれてましたけど、なんだかんだ一番のあたりこいつだったんじゃないかっていう、最近はそんな説が出ております。でまあそれを考えたら、オデドラもジョイラにした方が良かったですね。オデドラジョイラだったら雲耐性もできたんで、まあ雲は必須ってわけではないんですけど、あることに越したことはありません。まあそんなサクラが絶対にね裏闘技場ほど欲しいっていうダンジョンでもないんで、まあ、雲耐性の方が楽だったかもしんないね。ブラキオスが出てきました。先乱れ、まあこれ言うてそんなに問題じゃないんで、無視っていうかどうしようもねえし、いや今回は勝てそうじゃない、なんか雰囲気的にね。えホワイトパーティーも考えたしさ、いけそうな気がする。持ち込んがすごい。で、回復もすごいんで、通常盤面だったらこれ、欠損祭りなんでしょうね、きっとね。回復の目覚め必要ないもんな。ラブリーボム弾いていきます。追い打ち組んでいきます。右から組むの苦手なんだよね。これ、利き腕の問題なのかな。僕は右利きなんですが、すごいね、右から組むの苦手なんだよね。同じような症状の方いませんかね。逆に左利きの人は左から組むの苦手だったりするんですかね。なんかあるんだろうなきっとな。出やがった5ターン遅延受けた。12ターンは辛いな。ちょっとここ耐久していきます。まあ、このパーティーならね割合受けても大丈夫なんですけど、変になんかあんまり経験ないパーティーがこのアテナちゃんちょっと減らしちゃうとね、だから 120% だか 150% ぐらいの割合来るんでね、これ。これがね、痛いんですよ。痛いっていうか死に至るんですよ。特にHP 高い系のパーティーだとね、軽減基本ついてないんで、ご注意ください。やっちゃったね。闇消してなかったよ。ほら、やっぱり死ぬんだ、あれ。いやー、ちょっとカムイが想像以上に重たかったな。逆かな、これ。アギライン。逆にしましょうか。はい。マシンアテナのフロアまで帰ってきました。いやー、もうほんと日の光波すごいね。さっきのびっくりしたね、マジ。RX に継承がそもそもあかんかったのかもしれないな。ルシャナにでもつけてもなって感じだしな。なんでまあ一番は出ないことがいいんですけどね、両者ともね。ただまあ次にドゥルガーが出る可能性がある以上は、結局吸収無効は必要なんで、あと12ターンとかマジかよ。思ったのはせめて RX に遅延を少しでもつけるべきだった。ジャスティスとね、日の光葉がね、遅延持ってるんですよ。それ受けちゃうともうたまったもんじゃねえし、マシンアテナも遅延持ってるんで、ちょっと吸収無効する人はね、遅延欲しいですね。で、この人めちゃくちゃ硬いんで、しばらくは突破できません。なんで、まあ、スキルダメと思えばいいんですけど、リダチェンとかもあるんで、
剣に削りたくもないんだよね。難しいよねここもね。まあ RX が火力出すんで 90% ぐらいまで減ればね、もしかすると通るかもしれません。90不安だな。80にしたいな軽減。一旦これで殴ってみたいと思いますけど、変に減っちゃうとめんどくさいんだよね。どうかな、こんなもんか。じゃあまだ大丈夫だな。次の多分軽減が変わったタイミングでご利用せるんじゃないかなと思います。ここでまた捨て身の攻撃が入るはずなんで倒したい。ここで倒したい。木もこんだけね、3コンボ分あるんで頑張りましょう。まあ頑張るのは RX なんですけどね。光も入れてやろう。でティターニアでめっちゃ操作時間伸びてますのでだいぶ余裕があります。闇組みたいなこれ。マジか、残念。なんとかなったんでしょうけど残念ということにしておきます。頼む、倒してくれ。ぶん投げは食らいたくない。ナイス。でドゥルガーも来ないでほしいな、できれば。来ちゃったね、残念ながら。結局あと6ターン必要か。この人ね、まあ吸収無効がね必須ってわけではないんですけど、どうせならカムイでね連続処理したいよねっていうキャラクターです。そういうことするもんね、そういうことするじゃん。でこれ確か罠なんですよ。まあ2ターンだからええやろと思ったら封印とか来るんで、ここ威嚇しておきます。威嚇しといて1コンボ処理を数ターンして、ロミアちゃんはロミアちゃんでスキルが欲しいんでね、サマソよりかは多分ツインクルコールだっけの方が使えるんで、でここでもう一回軽減しながら受けて RX 使って倒すみたいな、そういう流れが理想です。よし。で根性があるんで、ちょっともう一回回復出してから行きます。いらない色消して、でここで殺しちゃうぞ使ってね、ようやく突破ですね。いやースキルターン大事だわこれ。スキルターンと遅延が大事、皆さんお忘れなく。アギダインするやつと吸収無効するやつの、まあ吸収無効は最悪いいけど、アギダインするやつのターンは非常に大事です。まあ後から消してもええやろとか思ったらマジで死にます。ナビぐらいの回復力あったらいけると思うんですけどね、普通のパーティーでは無理ですね。まずね、使っていいよね。どうせあのバース来たらたまるよね、殴り合いで。いやでも怖いな。いや使っていいやろ、使っちゃいます。でワンパンしてほしい。バランスだよね、だよね。まあ、ロミアちゃん頑張ってくれると思うぞ。硬かった。よし、そこはナイス。そこはね、カムイ武器で補強してありますので、役に立ったね。そう、そういうこと考えたら RX につけた方がね、多分ね、得ではあるんだよね、バインド対策って意味では。結局、まあこのパーティーでやるんだったら、この継承の形がベストなんではないのかなって思います。さあ、15回までやってきまして、体力キラーですね。確か今回悪魔キラーが出ております。さっきは神キラーを逃し、で、なんか毒めっちゃ降ってきた回は、ドラゴンキラーを逃しと、ちょっと辛い目に遭っておりますが、もういいんです。勝てればいいんです、正直。楽勝じゃねえとかなんか動画の前言ってましたけど、楽勝なことはなかった、全然。まあ僕の継承ミスですかね。オッケー。さあ16回、ヌンだね。ここはヌンか。 できればねクトゥールフのことを考えてそろそろ回復が欲しい。回復がっていうか毎ターン追い打ち分は盤面に欲しい。回復を作る手段がないですからねこのパーティーは。で待って、アギダイン溜まってね。またいやいらな、アギダイン溜まっちゃった。まだあれだよね、あっちの方がいいよね。アースエンハンスだっけ、なんだっけ、ガイアブレスか、ガイアブレスの方がまだ使えますよね。
でこの人あんま強くないんで、まあバースもそんな強くないんですけど、このフロアはね割と見た目よりかは優しいですね。なんか見た目はさめっちゃ強そうなんだけど、実はそんなにっていうね。でもこんなに回復降ってこないの困る。よし、1コンボ分か。そう、なんかいい感じに2パンできるんで、この人はここと先制さえ耐えれればね大丈夫です。でこれも弾く。どっちかというと先制かな。その割合からのダメージとかあんまり痛くないんで、先制が耐えれることが重要ですね。多分これで倒せます。 OK。 で誰が来るかな。誰でもいいよ。お前は論外だ。お前はなんで出てきちゃうんだよ。これもヨグ案件じゃん。クトゥグは無理だぜ。ロック解除ないもんだって。 L 字ないもん。やっちゃったねこれ。やっちゃったってかやられたね。アギダインとりあえず使っとく。いや、いらないか。ガイアブレスはいいか。とりあえずこいつを倒します一旦。それからです話は。でヨグだったらまだ無効貫通必要ないんで、であれもあるし、水蒸気爆発もあるし、なんとかなるかもしんないけど、ここでクトゥルフじゃなくてなんだっけ、クトゥグワか、クトゥグワ引いちゃうともう絶望ですね。それはもうおしまいだよ。だからまあこの前の L 字のアップデートはいいですよね。こいつの対策がついにできるようになったんで、そういう意味ではいいんですけど、本当に出てきてしまうとはね。このダンジョンかれこれ20周ぐらいはしたんですけど、それで2体しか見てなかったのに出ちゃったわ。でもねこいつを倒すこと自体はね、そんなにこの今の環境難しくなくて、あんまり警戒しなくてもいい。時代は変わったって感じ。ただこのずっとロックが降ってくるっていうね、その行為があかんのよ君は。まあ現環境ロック解除が当たり前みたいになってますけど、このパーティーには入ってないんでね、悲しいことに。あんまりキー数コンボするとまずいなこれ。ゴンゴン言うな。で覚醒無効はめんどくさいな。色が組めてませんでした。はい、ということで無理無理です。ちょっと LG 入れてリベンジしよう今度。どうする、どうしような。ここに LG 入れる隙あるか。正直おでドラはジョイラにするとして、 LG なんて編成する枠ないぜマジ。いや下手したらエンハンス必要ないって可能性もありますけどね。ありますけども、もう嫌です勘弁してください本当に。マザトースは最後捨ててもいいと思うんだけど、今みたいに出てくる可能性もありますからね。まあまあリベンジしましょう今度また。はい、ということで終わりです。ありがとうございました。